転車は道路交通法で軽車両に位置づけられ車の仲間です。自転車で道路を通行するときは車として交通ルールを遵守し安全運転に心がけなければなりません。ご覧のグラフは10年間の北海道内で自転車が関係する人身交通事故の発生件数と死者数を表しています。グラフの通り発生件数は年々減少傾向にありますが、死者数は増減を繰り返していることがわかります。この動画では自転車の交通事故を防止し、皆さんが安全に自転車を利用していただくため特に注意していただきたいことを説明しますので、ぜひ最後までご覧ください。早速ですが皆さん、自転車の交通ルールを示した自転車安全利用五則はご存知ですか？自転車を利用するなら知らないといけない交通ルールが自転車安全利用五則です。自転車安全利用五則はご覧のような5つのルールです。この交通ルールに沿って特に注意していただきたい点について説明していきます。1つ目は車道が原則左側を通行についてです。自転車は車両の仲間ですので、歩道と車道の区別のある道路では車道を通行することが原則で、車道の左側を通行しなければなりません。わかりやすく映像で見てみましょう。自転車はしっかり道路の左側を走行していますね。正解です。あれ、遠くから自転車が来ました。自転車から見ると道路の右側を走っています。これは違反です。自転車は車道の右側を通行してはいけません。自動車から見ると逆走する形となり、正面衝突の危険が高まります。自転車は車道が原則ですが、自転車が歩道を通行できる条件があります。歩道に普通自転車歩道通行可の標識があるとき、13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、体が不自由な方が自転車を運転するときは歩道を通行できます。また道路工事や駐車車両で道路の左側を通行できない場合などは歩道を通行できることとなっています。歩道を通行できる場合でも、歩道の車道側を通行することや歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止することなど、歩道通行する際の方法についても決められているので注意が必要です。歩道は歩行者が優先です。歩行者の通行を妨げることとなる場合は一時停止し、歩行者を優先して通行させてあげましょう。2つ目は確実な一時停止です。平成30年から令和4年の過去5年間、北海道内で発生した交通事故で自転車が原因者となった交通事故のうち 34% に一時不停止の違反がありました。一時停止の標識や表示のある交差点では確実に一時停止をし、安全確認をしてから通行しましょう。自転車事故の半数は出会い頭による交通事故です。一時停止をせずに交差点を通過することは大変危険ですので、必ず止まりましょう。ここで自転車が一時停止をしなかったために起きた実際の交通事故の映像を見てみましょう。ご覧の通り、自転車は一時停止をしていればこの事故は防げたと考えられます。皆さんも一時停止の標識がある場所では確実に停止をお願いします。なお、一時停止の標識がなくても見通しの悪い交差点では一時停止をし、安全確認をしましょう。
最後にヘルメットの着用とながら運転等の禁止です。今から走ってくる自転車をよーく見てください。危ないですね。交通違反がたくさんありますね。皆さんはお分かりいただけましたか？巻き戻して確認してみましょう。まずはスマートフォンを使用しての運転です。前を見ないで運転することになりますし、片手運転となり大変危険です。スマートフォン等の機器は止まってから操作しましょう。次はヘッドフォンを着用しての運転です。車の音や周囲の音が聞こえなくなり、危険回避行動が取れなくなってしまいます。イヤホンも含めて自転車を運転するときは着用してはいけません。最後にヘルメットが未着用ですね。交通事故等の万が一のとき、頭部を守り自分の命を守るために大変重要なものです。自転車とヘルメットはワンセット。自転車乗車用ヘルメットの着用は令和5年4月から道路交通法で努力義務となりました。さらに北海道内における令和4年中の自転車乗車中の死者の約6割が頭部に致命傷を負っているというデータがあり、自分の命を守るためにヘルメットは極めて重要なものとなっています。自転車利用者は年齢を問わずヘルメットを着用しましょう。いかがでしたか？自転車の交通ルールを説明していきました。自転車利用者全員が交通ルールを守り、思いやりの持った運転をすることで悲惨な交通事故を防ぐことができます。この動画をご覧になった皆さん一人一人がこれからも交通ルールを守り、交通事故のない安全で安心な北海道を目指していきましょう。